はい、神戸メリケンパークオリエンタルホテルにお邪魔をしています。3階ロビーにいるんですが、こう吹き抜けになってまして、天井が高いですね、ヤシの木もあって高級感あふれるホテルです。でその一角にこちらはね、柔らかな光に包まれたクリスマスのディスプレイがあるんですけれども、哲夫さん、はい、このディスプレイ今日ね SDGs 企画ということでお伝えしてますので、このディスプレイこのディスプレイどのあたりが SDGs か分かりますか。はあ、だから何かを使ってるんで、あ、それ例えばその白いのが、はい、はい、部屋のシーツとか違う、部屋のシーツ、すごくなんかこう庶民的な回答というか、なんかちょっと哲夫さんっぽくてすみません、なんか面白くてごめんなさい。実はこういったキットカットなどの、紙のパッケージ、紙を再利用してこの布を作っているということだそうです。でこのキットカットなどを製造しているこのネスレの会社の役員でいらっしゃって、このプロジェクトを手掛けている加納さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。紙パッケージがこの布にということで、どういった経緯があったでしょうか。はい、私たちの仕事の中で持続可能な社会に、はい、貢献するべくどんなことができるかというのを考えている中で、どうしても製造工程の中で廃棄してしまう部分というのがありまして、はい、これをどうにかしたいという思いからスタートしました、で実はこの下に間伐材もあるんですね、森を森林木々間引いた時にできてしまうこの間伐材ですけれども、これもその紙の素材に混ぜることに使っているんだそうです。これもねもったいないんで SDGs ですよね。でこういった取り組みに共感したこのホテルがこういったディスプレイを置いたらどうですかということで今回実現したんだということです。どういった製造工程になるんですか。はい、間伐材であるとか、はい、私たちのその紙パッケージを、これを再利用しまして、はい、再生紙を作ります、はい、でその再生紙を、細かく裁断することで、はい、紙糸が生まれます、でね、この布とても紙からできたとは思えない、木からできたとは思えない強度があるんですね。だいぶ苦労されたとお伺いしました。そうなんです、この強さが非常にチャレンジでして、はい、弱いとですね紙糸が切れてしまうんですね、はい、そのためその材料の配合比率を、いろいろと試しながら、2年半かかってここまでやってきました、でこれをなんか紡ぎって言うんですか。あ、そうなんです、このいろんな人がですね、思いを紡いできましたので、紡ぎという紙糸ブランドの名前にしました、哲夫さん、哲夫さんの部屋のシーツをねこうしてかぶせてるわけじゃないんですよいろんなこと考えてね、これは実現したわけなんです。すごい、紙から布っていうのは全くなんかイメージがもうないですよね。すごいな、ね、いや私も何回聞いてもねちょっとやっぱ想像がつかないぐらい大変なプロジェクトだと思うんですが、はい、で先月からも販売しているものもあって、こういった形を変えてですねこういったトートバッグ、これ強度もね非常にあります。で同じ素材から折り方を変えて着やすいように T シャツ、非常に着心地よさそうな感じにもなってます、こういったものも販売しています。さあ今日はですね驚き、紙パッケージから布ができているということで加納さんとお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。